闇取引人さんを探すんですよね。お客さんの噂で聞いたことがあります。たまに中央区の裏路地に現れるとか。いいだろう。お前と取引をしてやろう。俺の名前はマクシム。俺が扱うのは闇商品。普通の店に並ぶことのない物ばかりだ。俺から買ったものをお前がどう使うかは聞かん。お前が持ってきた品の出所を聞くこともしない。秘密を守り、余計な詮索をしなければしばらく力になってやらんこともない。お前か。要件を聞かせてもらおう。
そうか。どうする？これを選ぶとは。ではな。文章、多分これのことですよね。あとはお金を用意しないと。
宝箱だ。こんにちは。はい。もういい。また来てくださいね。すぐに片付けるぞ。調子はどうだ。うちのは自慢の品ばかりだよ。何もいらない。毎度どうも。もうまた来てくれよな。調子はどうだ。毎度どうも。おう、毎度あり。毎度あり。おう、毎度あり。他にもまた来てくれよな。気をつけてくれよ。お兄さん、いい商品ばっかりでしょ。また来たよね。お前か。すごいな。Thank you.
ああ、ありがとう。昔の罠が仕掛けられたままの区画だ。特に落とし穴には注意して進めよ。
ケケ、アドル、あいつに見つかったら厄介だぞ。そうだな、そこのギロチンは使えないか。
すごいな。いいかな。どれどれ。おお、これはすごい。これを受け取ってほしい。よ。
潜入開始だな。南側の螺旋階段に屋上への抜け穴があるそうですけど。できんじゃねえか。中央塔の最上階、あの窓に飛び移れそうです。Thank you.
どうした？私はイリス。その名以外は全て捨てたわ。そうね、何も知らないあんたたちに、グリア総督、リンドハイム枢機卿は私がこの手で殺す。邪魔をするなら誰であろうと容赦しない。だけど
ああ、役に立てて嬉しいよ。